さん、お肉焼けたよ。まあ、早く食べようよ。そうね。はい、じゃあちゃんと食べる前に。いただきます。私はラム。夫と離婚し、二人の子供をシングルマザーで育てている。でも生活は安定しており、それなりに幸せだ。最近は仕事が忙しく、久々に子供とゆっくり過ごす休日だったのだが、休日に子供とバーベキューなんて、ほんと羨ましいご身分ね。カリン、何しに来たの？もうここには近寄らないでと言ったでしょ。妹が姉の家族に会いに来て何が悪いの？彼女はカリン、私の妹だが、ある出来事がきっかけで絶縁中だった。ずっと甘やかされて育てられたカリンは、わがままで大人になってもやりたい放題。早くに母を亡くし、男手一つで私たちを育ててくれた父が亡くなった時も。ちょっと、遺産はどれくらいあるのよ。お金が必要なんだけど。葬式中に何言ってるの。父の葬儀に泥酔して現れ、めちゃくちゃにした。そして私の家族にまでも。彼、私と一緒がいいんだって。なんでこんなことするのよ。はあ、お姉ちゃんに魅力がないだけでしょ。私のせいにしないでくれる。当時の夫を誘惑して浮気、私から旦那を、子供から父親を奪っていった。そんなあの子がなんでここに。あら、久しぶりね、春かなで。カリンおばちゃん、おばちゃんもこれ食べる？子供たちに父親がいなくなったのがカリンのせいとは伝えてない。子供に言うことじゃないと思ったからだ。平気で子供と私の前に。それで何しに来たの？ちょっとさ、お金がなくなっちゃって。お父さんの遺産まだあるんでしょ？え、もうないわよ。はあ、ふざけないで。自分で独り占めしてるんでしょ。あのね、お父さんはもともと私たちを育てるためにお金に余裕なんてなかったの、知ってるでしょ。でもちょっとくらい。そのちょっと、浮気の慰謝料として支払ったのはあなたでしょ。ここに置いてくから、訴えるなんて面倒なことしないでね。あんなはした金が遺産だなんて納得できないわよ。でもお姉ちゃんは子供二人とこんなとこに住んで豪華な暮らししてるじゃない。家は確かにそれなりだけど、別に暮らしは豪華じゃないわよ。私はアパート暮らしだっていうのに遺産を独り占めしてる証拠よ。あのね、それはあなたがまともに働いてないからでしょ。まだ男に貢がせる生活をしてるの？そう、妹はいわゆるパパ活で生計を立てていた。結局前の夫はそのうちの一人だったのだ。でも最近は世界的感染症のせいでパパも羽振りが悪く、彼女は困窮しているようだ。はい、食事代。これだけ？私のことはいいのよ。お姉ちゃんがこの暮らしをできるのはお父さんの遺産の。あら、違うわよ。何が違うのよ。ちゃんと働いているからよ。私はちゃんと勉強して大学に行って、給料の高いところに就職できた。それが全てよ。ずるいわそんなの。あのね、お父さんがずっとあんたに勉強しなさい、学校に行きなさいって叱った時に聞く耳持たず遊んでいた結果でしょ。ほら、カリン、どこに行くんだ。うっさいのよ、クソ親父。マジだるい。何よ、遊んで何が悪いのよ。別に悪くないけど、それが今の結果なんだから自分で何とかなさい。お母さん、お肉なくなった。今持ってくるわね。こんな、絶対にお姉ちゃんは私への嫌がらせのために遺産を独り占めしてるんだ。今月はカードいっぱい使ったから、来月の返済までに何とかしないと。もうパパも来ればよかったのにね。この前髪の毛のこと言ったから怒っちゃったのかな。髪の毛が寂しくたって私たちは気にしないのにね。パパ、髪の毛、何の話かしら。ねえ、かなで、はる、パパって誰のこと。お母さんね、今度結婚するの。プニクロっていう服作ってる会社の人なのよさ。でも髪の毛が少なくて悩んでいるの。ハルたちの服もよく買ってきてくれるのよさ。髪の毛のセンスもちょっと寒い人なの。高収入な大手企業で有名な会社じゃない。へえ、そんな人が新しいパパになるの。うん、ママとすごい仲良しなの。でもよくママに怒られているわね。え、仲いいの悪いの。これはチャンスじゃない。
高収入でいい会社勤め、その上頭にコンプレックスのある男性なんて、私がいつも相手していた人種じゃない。でも今日は来てないのよさ。ねえ、今度いつ会うの？そういえば来週の土曜日はママとパパとの4人でお食事だったわね。いいこと聞いたわ。おばさんも来るのよさ。私はいいわ。でもありがとね、春かなで。お待たせ、春かなで。あら、カリンは今帰ったよ。妙にあっさり引いてったわね。ねえ、今度のパパとのお出かけ楽しみだね。そうね、もう行っか。この時の私はまさかカリンがあんなことになるなんて想像もしなかった。そして翌週の土曜日。ふん、家族揃っての外出なんて幸せそうなことで。ほら、かなで、春行くわよ。まずは新しいパパが誰か突き止めないとね。駅前？人が多くて分かりづらいわね。でもここで待ち合わせのようね。ケイ君、遅いわね、あいつ。ウニがいる。ねえママ、見てきていい？いいけど、あんまり遠くに行かないでね。子供が離れた。チャンスね。ウニ。ねえ、かなで、ハル、ちょっといいかしら。あれ、カリンおばさん、どうしたのよさ。実は、ちょっとあなたたちのパパに会ってみたくて。今日はパパとお食事だっけ？うん。へえ。ねえ、あれがパパ？うん。頭が寂しいことを気にしているの。カナデが前髪の毛引っ張ったら抜けるって怒ったのよさ。特に大丈夫そうだけど、カツラかしら。ふん、いいわね、かっこよくって。おばさんも羨ましいわ。おばさんもパパみたいに素敵な人できるのよさ。ありがとう。ねえ、かなで、これパパに渡してきてくれない？うん、別にいいよ。子供は無邪気で扱いやすいわね。それじゃ頼んだわよ、かなで、はる。はい、なのよさ。うん、私に任せて。でもおばさん、一体どうしたのよさ。はる、おばさんはきっとママに恋人ができたからお祝いしたいのよ。でもママと喧嘩中だから、きっと素直になれないのね。なんだ、そういうことなのよさ。ねえ、私に考えがあるの。うん、どうしたのよさ。実はね。じゃあこの後一緒に食事でもどうですか？その時にでも。え、そうしましょう。お、そうだな。ママ、ほら、二人ともどこ行ってたの？遠くに行っちゃダメって言ったでしょ。あ、お腹空いたでしょ。ご飯に行くわよ。やったー。ねえパパ、これ。ん、俺にか。あら、何かしら、あれ。それから数週間後。カイリー来るの遅いわね。今日は奏と春の4人で家でご飯食べようって言ってたのに。パパ遅いね。何かあったのかしら。プニ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 。あれ、カリー。ああ、お姉ちゃん、ごめんね。ん？電話から聞こえてきたのはカリンの声だった。いきなり何？ちょっと意味がわからないんだけど。実はね、お姉ちゃんの婚約者、今私と一緒にいるのよ。どういうことよ。彼、私の方がいいんだってさ。まあ、何がいいのかは言わなくてもわかるわよね。そんな、まさかあの時みたいに。どうしてなのよ、カイリー。パパ！よう、かなで、ハル、遅れて悪い。あれ、いや、仕事が長引いちゃってな。ねえカリン、あなた誰といるの？誰って、お姉ちゃんの婚約者でしょ。ほら、先週の土曜日に一緒に食事していた、ちょっとやさ男風の。先週の土曜日？まさか。ねえカリン、よく聞いて。え、何よ。言っとくけど、まだ結婚してないんだから、今回は慰謝料とか言い出さないでよね。私の婚約者、カイリって言うんだけど。ママにこれあげる。今ここにいるわよ。はあ、カイリ？お姉ちゃんの婚約者はカジノでしょ。いいえ、違うわ。ねえカリン、私の職業が弁護士なのは知ってるわよね。え、そうだったっけ。あんた、
まあいいわ。カジノさんはカイリの会社の後輩。ちょっと問題が起きたからカイリの紹介であの時一緒にいたのよ。え？問題って？彼ね、女性からストーカーで訴えられたの。え？カイリからはいいやつだし絶対冤罪だから話を聞いてやってくれと言われたけど、あの人には近づいてないんですよ。留守の時に部屋に入ったことがあるだけで。絶対ヤバい人だ。うん？どうしたんだラム？カイリ、今カリンから電話があって。カリン？ああ、やたら熱烈な愛の告白が書いてあった手紙の子か。秘密は気にしなくていいよ。髪の量じゃ愛は決まらないの。秘密は気にしないでとか、髪の量じゃ愛は変わらないとか書いてあってな。ちょうどカジノがそばにいたから俺と間違えたんだろうな。カジノの秘密も知っているようだったし。ほらカジノ、お前にだ。ちょっと姉さん聞いて。いや、こんな僕のことまで愛してくれるなんてね。え、嘘。どうしたんだい、髪の毛の量なんて気にしないんだろ。しかもあの子が教えてくれたんよ。僕は何をしても受け入れてくれるって。まあ、おばさんはおじさんのこと好きだったんだね。受け入れてくれるよ。僕束縛強いよ。しまったりするよ。結構本気だよ。うん、カリンおばさんなら絶対大丈夫。だっておじさんのこと全て受け入れるって言ってたから。さあ、夜はこれからだよ、カリンちゃん。ご愁傷様。私はそう言って電話を切った。まったくあの子ったら、また何か企んでいたなんて。おい、どうかしたのかラム。ううん、なんでもないわ。さ、食べましょう。考えても仕方ないわ。ま、悪事を働く人ってやっぱり勝手に罰を受けるものよね。ねえ、あのおじさんとおばさん、うまくいったのよさ。私たちが応援したんだもん。と二人で仲良くしてるよ。お父さんの時みたいに。ラムよ。ハルだよ。動画を見てくれてどうもありがとう。最後の奏ですっごい怖い感じだったよね。一体どういうことだったのかしら。考えるほど怖いのよさ。私としては子供でも大人でも全然変わらない春も怖かったりするんだけどね。え？みんなは最後どういう意味だと思ったかしら。よかったらコメント欄で教えてちょうだい。グッドボタンも押してくれたらとっても嬉しいな。チャンネル登録とベルマークの通知のオンでこれからも応援よろしくお願いします。それじゃまた会いましょう。